ちょっこんにちは。さゆたかさん、何ですか。もう交流戦の時期です。セリーグにとっては嫌な時期だな。毎年そうなんですよね。毎年比べられて毎年負けてるからな。そうなんですよ。なのでいつもその日本シリーズがパリーグからの球場から始まったりとか、まあそうだな、してるんですけど、今年はなんかセリーグいけそうな感じとかどうですか、豊さん。予想したんだよ、一応順位、順位をな、はいはい、予想したんだけど、予想すればするほどなんかセリーグが下に溜まってきてるんだよ。いやでも、いや今年は、はい、でも例年とは違って、はい、もっと接戦になるよ。ただパリーグの方がやっぱりこう勝敗とすれば上回るかなっていう。あ、ただそのいつもそのパリーグでやっぱりこうね、常に上位にいるソフトバンクがちょっと今、うん、チーム事情とか、そうだな、きついじゃないですか。うん、きつくなってきてるな。そうですよね。その後ろがいなかったりとか、まあまあ抑えがいないよな、不在になってしまうよな、はい、あと外国人、ブラジルもそうですけど、デスパイネだったりとか、まあね、はい、まあ、バレンティンが上がったけどな、はい、やっぱ苦しいのは苦しいよ、うん、例年通りじゃないけども、まあ、それでも首位にいたりだとかさ、はい、まあ、上位には顔出してるわけじゃない。そうですよね、うん、だから戦い方を知ってるし、選手たちがやっぱ成熟してるよね。選手で戦うことも確かにあるんだけど、はい、だけど戦略で戦うっていうこともあるし、はい、まあ、いろんな形を変えながらソフトバンクは戦っていけるから、はい、まあ、今年悪いって言っても5位、はい、あ、12位中5位は俺は予想はね。あ、でもやっぱり1位ではないんですね。1位ではない、5位。ああ、やっぱり1位じゃなくて、その5位という位置はやっぱりその離脱者というか、うん、そこですか。まあそうだな、それでも負け越さないというのがやっぱソフトバンクだと思うよ。おって偉そうに言ってるけどな。って偉そうに言ってるけど、なんかまるで交流戦後の終わったみたいな感じだよな。お前そう、ちょっと俺を誘導しろよ、ちゃんと。そうですね、そうですね。まあそれも楽しいけどね。まあ、そうですね、そういうあの話し方もあれですけど、うん、じゃあ、うん、どうします、1位から行きます、最下位から行きましょうか、予想で。ちょっと最下位、最下位、これ最下位はどこですか。 DeNA、 今セリーグでもそうですけど、あのね、まあ、確かに打つのは打つと思うよ、はい、ただ打たれる、あの投手陣じゃ、うん、それと横浜スタジアムを考えた時に、うん、やっぱパリーグの選手はうわこんなところでできるんだって、やっぱ球場の狭さだよな。あ、おかわり君なんかもうボコボコ行くから。そんな行くんですか。ああ、スタジアム大好きでさ、はい、西武戦で交流戦やった時に6本ぐらいホームラン打った。そんなにカモにしてるんですか。カモにしてる。いやだから DeNA の投手陣が整わないと打ち合いになっても結構厳しいなって思うよね。あ、それとパリーグは走ってくるチームが多いから、うん、ね、戸柱がダメになった、はい、ファームに行った、まあ、伊藤光っていうのが上がったけどさ、なんかこうやっぱこうさせそうもないんだよね、うん、だからちょっと苦しいわ、やっぱやっぱり交流戦になっても苦しいと、うん、じゃあ自分とこが走れるかっていうと、はい、走れないから、はい、柔軟性がないから、うん、だから苦しいと思うよ、やっぱ交流戦苦手だもん、そもそもが苦手なんです。そもそもなんか苦手だな、昔からちょっとね、 DeNA ファンの方、まあ、OB で寂しいけどさ。そうですよね、まあ、そこはちょっとこの12位最下位という予想になってしまいました。そうそうそう。で、じゃあその11位は日本ハム。日本ハムも今苦しいですね。苦しいな、はい、チームが落ち着かないというかさ、この落ち着かない原因と して、まあ、中田翔がやっぱり4番でどっかり座ってて、はい、安心感をもたらしてくれりゃいいんだけどさ、やっぱ状態が悪いよね、はい、おそらく日本ハムは苦しむと思う。じゃあ例えばこの交流戦始まって中田翔選手の調子が上がればチーム自体もちょっとはやっぱりいい明るい、いや楽になるというだけでね。あ、ただそれが勝敗につながるかというと、まあそれは別問題でね。そうなんですね、うん、さあ10位です。10位、広島。広島も苦しいですね。やっぱ交流戦でセンターライン2人を失った、はい、まあ菊池と小園。そうですね、まあシーンはそうですね、前半だからまあちょっと苦しいよな、やっぱ守るという面では。そうですね、そこにポッとはまる、うん、センターラインの選手たちでカバーし埋めていくっていうのもなかなか難しいものですか、やっぱり。だって菊池の代わりがいるかって言ったらいないでしょ、はい、まあ、小園の代わりは田中がいるけど、はい、でもバッティングの状態がどうなんだっていうことになるとさ、はい、やっぱちょっと苦しいよな。そうですね、だからこれ12、11、10を見るとそのままリーグの順位とちょっと直結してちゃいますよね。いや、まあまあ直結するよな。
さあ9位ですけれども、中日、あ、中日、はい、中日は結構ピッチャー陣がいいんだけどさ、はい、バッター陣がダメでしょ、うん、打てないよ、はい、でマッシャーはもうちょっといいピッチャーが投げてくるわけだからパ・リーグはもっと打てない、はい、うんうん、そうなってくるとやっぱ中日は苦しいな、あ、なかなか厳しいものがあるってことですね、うん、で8位、ヤクルト、あ、8位ヤクルトですか、もうちょっと上ですか、あのね、投手陣はね、はい、良くなってきてるんだよね、はい、で打者陣はすごくいいんだよ、うんうん、ただやっぱ得点力はあるんだけど足がないというか、はい、足を使えないというか、うん、ここに足が絡んでくるとさ、もっと、はい、もっと上位を伺えるんだけど、うん、やっぱ単純に打つだけじゃパリーグ相手に結構苦しむと思うんだよ、はい、なかなか打たせてくれないし、うん、その中継ぎ陣も豊富に持ってるしさ、だからまあヤクルトが8位かなっていう、うん、なんかヤクルトが小技だったりとか足を使ってくればもうちょっとそのパリーグ相手に順位も上げてい いけるんじゃないかなっていうことでもありますもんね、あとね石山がちょっと不安定だな、はい、あ、後ろがな、はい、そうですね、うん、そして7位です、西武、お、7位が西武、まあ、ちょうどまあ大体真ん中あたりという位置になりますね、うん、そうだな、はい、西武はなんだかんだ言ってしぶとい、そうですね、うん、だから7位っていう順位が悪いのかいいのかって言ったら、うん、西武ってやっぱギリギリで今戦ってるんだよね、うん、でもギリギリでもあの成績を収められるんだよ、はい、だからまあしぶとくて、まあ12球団の中で言えば中間ぐらいに位置するのかなっていう状態がね、あ、でさっきあのおかわり君とかもそのセリーグの狭い球場をすごくカモにしてるって言ったので、西武では例えば山下選手だったり、あの山川選手だったりとか、そのおかわり君あたりがね力んじゃんいやいや、だけど機能はしてくると思うよ、ただ投手陣がやっぱ多少弱いから、はい、で、あの高橋コーナーすごくいいと思うよ、うん、勝てると思うよ、パリあのセリーグ相手に、うん、今井、はい、めちゃくちゃ力あるんだよ、ボールに、うん、156キロとか投げちゃうから、でもコントロールが悪いんだよ、はい、セリーグのバッターって見ていくから、あ、だからフォアボールっていうことを考えると、まあ、もう本当に四球が多いチームだから、はい、ちょっと苦しむよね、ピッチャー陣が、ピッチャー陣がセリーグは、うん、そして6位です、巨人、6位ですか、うん、なんか不満、もなんかもうちょっと上位にいるかな、でも中継ぎ陣のことを考えたりだとかさ、まあ、先発陣のことを考えると、はい、やっぱちょっと苦しむと思うよ、そうなんです、ね、一応その交流戦からデラロサが戻ってくるっていうことにはなってますけども、それでもやっぱりいきなり実践だと、例えば、はい、戻ってきて 100% の働きするかっていうのは別問題でしょ、はい、でそこまでいけるかどうかっていうのも別問題でしょ、うん、その前に俺やられちゃうと思う、あ、そのデラロサ投手がしっかりする前にってことですか、だからちょっと苦しむかなって、打線はどうですか、まあ、打線はまあそこそこ打てるようにはなってんだけど、パ・リーグ相手だからね、はい、でホームランで勝つチームじゃない、はい、パ・リーグの球場って本当広いからさ、うん、まあ、そこで打てるかどうかだよね、普通通りに格面通り打てるかどうか、うん、まあ、そこら辺がね、はい、ちょっと鍵だよね、はいはい、さあ5位です、ソフトバンク、5位、ね、ソフトバンクはね、やっぱ万全だったらやっぱり12球団トップだよ、はい、まあ、だけどやっぱ万全じゃないというところ、うん、ただやっぱ選手が成熟してて、うん、やっぱ勝負どころも知ってるということを考えると、はい、やっぱそんなには崩れないと思うよね、うん、お崩れはない、ね、うん、だから5位にして、はいはい、4位です、楽天、おこの位置に4位に楽天、これあのシーズン中は首位にしてるんだけどさ、はい、まあ、楽天そうだな、戦い方をさシーズンここまで見てるともうちょっと足取り軽く勝っていけるかなと思ったら結構苦戦するんだよね、はい、だからそれを考えるとまあそんなに交流戦でも楽して勝てるっていう試合はないだろうと思ってて、あ、まあ岸則本、涌井、田中、早川、はい、この後に、まあ、すごい投手陣なんだけどさ、まあ、岸もちょっと落ちてるね、でマー君ももっとこう圧倒していくかなって思ったら、はい、そうでもない、うん、でマー君は逆にセリーグは合わないかなと思って、
あ、逆に打たれてしまうかも。なんかね、変化球が多いんだよ、はい、マー君。変化球打つバッター、うまく打つバッターっていうのはセリーグ、あのパリーグよりセリーグの方が多いから、はい、ここら辺でちょっと苦戦するかなと思ってて、じゃあちょっとそこら辺の勝ち星があれだけれども、ただ4位、まあ、上位にはまあまあ力はあるよね、あるだろう、はい、さあこっからですよ、うん、3位です、オリックス。オリックスを結構ガンと上がってきましたけれども、オリックスはね、はい、やっぱ投手陣がいい、いいですよね。これはね、楽天の名前とオリックスの質、うん、はい、考えたらオリックスの質の方がいいかも。あの、その投手陣で言うということですよね。やっぱ球に力がある、キレがある、はい、で中継ぎ陣も豊富、うん、だ抑えがちょっとね、そうですね、あ、うん、あれなんだけど、打つ方は吉田正尚、はい、杉本、うん、宗、はい、ここら辺がいいね。おおじゃねえよいやいや本当に、いやでもそうですよね。いや、それとやっぱこう戦う集団に変わってきてるという、そのね、去年まあ途中で監督変わって、その中島監督になってってことですよね。そうそうそう、うん、で T 岡田もいいところで使って、はい、ホームラン打ったりだとかさ、うん、いろいろするし、チームの状態としてはオリックスは今いいよ。そしてそのやっぱオリックスのあのピッチャー陣をセリーグのバッターっていうのは打てなかなか打てない、打てないと思ってるんだけど、はい、打たなきゃいけないよね、勝つためには。もちろん、でもなかなか厳しいよ。そうですよね。となるとやっぱりこの3位というか上位にこう入ってくると。さあ1位と2位残すところは、残りは今阪神とロッテなんですよ。どっちだろう。私は1位が阪神、2位がロッテ。それなんで。いやもう阪神今もうチームの雰囲気もいいし好調ですもん。何よりルーキーが頑張ってるっていう、まあ投手陣がいいよね、まずは。はい、だから安定した戦い方はできると、うん、ただあのピッチャー陣を打てるかどうか、パリーグのね、はい、だから佐藤だとか、はいはい、だからルーキーで引っ張ってる中野だとか、うん、こういうあたりが本当にあの、まあ、例えば山本だとか、うん、あーマー君だとか、うん、まあ、そういったピッチャーを打てるかどうかっていうのが、はい、ちょっと鍵にはなってくると思うんだよ、うん、まあ、パリーグも阪神をマークしてくると思うんだよね、はい、やっぱ負けないようにっていう。でローテーションも阪神用に組んでくるかもからないし、うん、そんなに打てないけどピッチャーがいいだけに、はい、そんなに大負けするっていうこともないと思ってるんだよ、うん、まあ、だから2位が阪神。あ、1位じゃないんですか。1位じゃない。え、1位はロッテ、交流戦優勝ロッテ。え、ロッテはすごくバランスがいいというか、はい、柔軟性があるというか、結構人を変えて戦うこともできるし、得点力が上がってるんだよね去年より、うん、でそういうところで俺はロッテは非常にセリーグのチームは嫌がると思う。それと、うんうん、ゾゾマリンという球場がセリーグから行った時に風が強かったらものすごくやりにくいし、打席に入っても感覚つかめないと思う。湯坂さんどうでしたか。めちゃくちゃ嫌。あ、そうなんですね。でピッチャーの投げてくるボールが変わるもん。あ、そうなんですね、うん、だから変化球が余計に切れたりだとかさ、はい、みたいな、こんな変化球投げてたみたいな、はい、まあ、そういうことにも慣れなきゃいけないし、うん、でもずっと戦っているパリーグ の選手たちはもう慣れてるし、はい、でもセリーグはねなかなか難しいと思うよ。そう、毎年1回ぐらいじゃ。そうですよね、当たるぐらいだったら。で守備だって嫌でしょうね、あの風で。いや嫌だと思うよ、うん、だからトップなんか吹いたら取れないと思う。そうですよね、うん、ということはやっぱりロッテ、まあね、今日の球場のやっぱり作りっていうのもありますし、うん、だからこれ考えると、うん、セリーグの順位ってそんなに変わらないんだよ、はい、パリーグから帰ってきても。え、結構交流戦からなってますね。まあ、大体そのままの感じで順位がこう決まっていく。でもパリーグはロッテが勝つためによって上位陣が変わってくる可能性がある、はい、オリックスがいわゆる浮上浮上するする可能性が出てくるということですよね。だから上位が、ロッテ、はい、楽天、はい、オリックスになる。ということはソフトバンクが B クラスに、あ、ギリギリね、まあギリギリですけど、もう3位ともう接戦だけど、はい、オリックスとソフトバンクが接戦になるけれども、うん、ソフトバンクがリーグで4位、うん、であと西武、日本ハムと。だから西武がこう落ちる可能性があると。はあ、
セトバで違いますね今回。本来ならセリーグが大きく順位が変わったりとかしてたんだよ、はい、でも今年の場合はパリーグがなんか大きくちょっと変えそうな感じがする、うん、それでも言ってもだよ、はい、言っても接戦だよ。言っても接戦ということで言っても接戦。今豊さんの交流戦の順位がバッと予想が出てますけれども、うん、果たして、ね、その交流戦、まあ、ちょっと交流戦の中間ぐらいでもう一回見直してもいいですよ。逃げ出すかもここいない、まあ、いないって見直してもいいですし、出てこいみたいな、すみません出てきて半分試合が終わったぐらいで見直してもいいですし、最後どうだったかっていう答えも、まあねはいはい、なんかこのあたり、ね、ちょっと注目しながら交流戦楽しみにしたいと思います、はい。